マイナンバーカードはデジタル時代のパスポート。市役所の手続きがますます便利に。そういえばマイナポイントの2万円分もうもらえましたか？え、マイナポイントって何？え、知らないんですか？マイナポイントっていうのはマイナンバーカードを作って決まった手続きをすると最大2万円相当のポイントがもらえるんですよ。2万円？マイナンバーカードはデジタル時代のパスポート。今ならマイナポイントも2万円分もらえます。